私の名前はハーキャナ、最強アイドルよ。圧倒的カリスマ性で見る者全てを魅了する現役留学生18歳ハーチャマ。自分をこの世界の主人公だと信じ革命を起こすとか言っちゃってる。まさに12秒大概の人が見たら痛いと感じるこの女。ハーチャマは悩んでいた。最強アイドルって言われたーい。ギャップ萌えを目指してずっと隠してた足の匂いを公表したら芸人もう行ったことないのに。ギャップ萌えもクソもない。自分を最強アイドルと信じてやまないハーチャマが今立ち上がる。これは一人の少女が最強アイドルになるまでのストーリー。何をやっても空回りなハーチャマと共感性周知に耐えながらも応援してくれるファンのみんなが送るハーチャマ連想物語。2020年6月12日19日公開。よし、可愛く決まった。